ばんは、仰天エナです。なんかとっても眠くて、やっほー。今日はそうね、あんまり長くやんないかもしれない。微妙。でもとりあえずね、今日はさっきお仕事から帰ってきて、もうねすんとさっき帰ってきた。そう、帰りに買い物して帰ってきて、買ったもの冷蔵庫に詰めたら、とりあえず座らずに食器を洗ってブワーって、んでやっと座ってリップをぬりぬりってして、お水を飲んで、でショールーム7時からしますって5分前に言って、5分経ったからショールームやってます。腰が痛いおばあちゃん、腰が痛い。今日雨だった割にはまつげがちゃんとしっかり上を向いてくれてて嬉しいです。直してないのまつげ。なんか雨だったんですけど、行きはまあそれなりに降ってて、でも帰ってくる時はねザーザーじゃなかったからよかった。そう、なんか結構ザーザーかなと思ってたんですよ朝から。だけどザーザーってよりかはさーぐらいで、ブワーじゃなかったから、行きの方が雨降ってたかも、帰りの方がさーぐらいで、行きがさーぐらいだった。そう、でも今日もまつげをギュンギュンにやって、うりゃーってやって、して前髪も意外に今日はめちゃくちゃ前髪の調子も良くて、セットするのがうまくいったんですよ。そしたら前髪が見て、こうやって式を直してないのね、まだ。まあそれはもう全然、もう全然さっき座ったところなんだけど、この素晴らしさどう？やばくない？やばくない？綺麗やない？前髪なんかさ、マジ風強すぎてずっとこうやって前髪を守りながらさ歩いてました。なんかうち駅が本当に風がやばいの。なんか駅の改札通るまでに風がすごすぎて、もうブワーッみたいなので、いつもそれでオールバックになるぐらい本当に風やばくて、だいたいもう駅に着いた時点で髪は終わるんですよね。だからもうめっちゃこうやって前髪を押さえて耐え抜きました。そう、いやほんとなんであれ駅によってはマジでえげつないぐらい風量やばいんやろうね。吹き抜けになっとるけんか、なんかびっくりするぐらいさ風がさぷわーってもうなんかやばいよな。スカートとかさ、うちはまあ短いスカート履かんからいいねんけど、短いスカート履いてたら危ないでなって思うぐらい風が強いんだが、駅によってはさ、めっちゃ風強い駅とかすごくない？なんかもう風の威力が尋常じゃないんだけど、すごいよね。なんかさ本当にすごくてマジでびっくりしちゃう、いつも。結構やばいよね、本当にやばいとこマジでやばい。あとうちがめっちゃ超恥ずかしかったのは、なんかそれこそスカートじゃなくて、なんつってんのパンツで、パンツスカートってなってて、あのパンツにこうちょっと、ま、スカートみたいなのを巻いてるやつがあって、そう、そのやつがさ風でさめっちゃマントみたいにさバサーって後ろまで広がっとってさ、歩くときにねめっちゃ恥ずかしかった。そう、なんかわかる、こう
短パンでこうスカートになってんじゃん。だからさ、前からなるとさ、こうバサーってさ、こうスカートがさ、こう全部後ろに行くんよ。そうそうそう、なんかあの腰からマントみたいな、めちゃくちゃ恥ずかしい。そういう時は本当にもう笑われとんちゃうんかって思うぐらいめちゃくちゃ恥ずかしい。なんかこういうシャクツみたいなもうマントになりがち、ファサーって。えマジでそれが本当に恥ずかしい。たまーになるんやんか、その駅でその風が強い駅になってしまった場合がもう本当にマジで恥ずかしいです。なんか風が強いとか、あともう眼球が干からびる、あーあーってなる、目が乾くってなっちゃう。そうだ、みんな明日はあれだね、栃木のイベントですね。楽しみ、ワクワク。明日？あ、あさってでした、間違えました。あさってはね栃木ですね、楽しみ。楽しみ。マジ今日寒かった。うち今日この学校でちょっと仕事に行ってたんですけど、めちゃくちゃ寒かった。中キャミワンピでこれ着てるんですけど、めっちゃ寒かった。あ、ゆりなの短冊、そうドライアイが治りますようにって書いたんですよね。超ドライアイなんですよ私。だからキラキラお目目になりたくて、水分率高めな眼球が欲しくて、ドライアイになりますようにって書いた。美味しいもの食べたいね。めっちゃそうなの。なんか韓国フェアだからキッチンカーとかが出てるらしくて、それをめっちゃ楽しみにしてて、なんか何があるのかなと思って。私大好きなの、韓国のお肉とかのやつの料理がね。だけめっちゃ楽しみ、何食べれるんやろみたいな。っていうかもはや屋台行きたいんだがってめっちゃ思っちゃった。もはや屋台行きたいんだがって、自分らがって思ったぐらい超楽しみ。ていうか聞いて、ゆりなさ、まつげさだいぶさ伸びてきたと思わん？でもね、何が辛いかって、長いまつげと短いまつげがすごいランダムすぎて、なんかめっちゃ難しい。均等にならないまつげの長さがバラバラ。でも伸びた、めっちゃ伸びた、超頑張って伸びた。なんか私まつげ美容器2つ使ってて、常にいつも基本的に2つ使ってるんだけど、なんか今1本は常にずっと使ってるやつがあって、それめっちゃ伸びるのね。でもう1本はなんか伸びるってよりかは太くこうしっかりとまつげになるみたいな、こうやっぱ抜け落ちるんですよいつも私、弱くて。それを補正するために結構しっかりなまつげになるためのやつ2つ使いしてるんですけどね。それで今のやつ、それででもなんかあんま伸びなくて、多分時期があるの。私のまつげがめっちゃブワーってなる時期と、ちょびんちょびんしかならない時期があって、そう、それでね、なんかそうなの。それで今多分ビュンビュンになる時期なのかわかんないですけど、そうなの。なんか美容液もらったの、ファンの人に1個、初めて見るところのやつだったんだけどもらってね、それを試しにと、もう1個自分が普段常に使ってるやつ、伸びるやつと、でもファンの人が買ったやつは多分ね結構まつげがしっかりなるやつだった
なんですけど、いい感じにねバランス取れててね、今なんかちょっとまつげいいんですよね。まあめっちゃ抜けるんですけど、抜けるけど、でもまつげがしっかりした一本一本が結構しっかりした毛になってて、イエーイって感じだね。今めっちゃ迷ってんの。何を迷ってるかって言ったら、銭形祭りの時に松葉を当てに行くか、当てに行くか、でもそれかコンサートの時期に松葉を当てるかめっちゃ迷ってて、なんかだいたい2週間か3週間持つとこは持つけど、でもやっぱ短い毛が生えてきちゃうから、見栄え的にはやっぱ2週間ぐらいが一番綺麗なんですよ。ってなるとさ、まあもう休みがなくなってきちゃうから、まあ、7月の頭ぐらいにやるとするじゃん。ってなったらさ、8月の頭じゃん。ってなるとね、1ヶ月ちょっとだから、まつげがだいぶパーマがとかかってるまつげとかかってないまつげでだいぶね見栄えが悪くなってくるんですよね。だからね、すごいめちゃくちゃ迷ってて、そう、でももう夏だけさ、意外にもさ、こんだけ持てばさ、ちょっと地まつげ松葉当てなくてもいけるかなってちょっと思ってたりもするんだけど、そうで、コンサートのはなんかコンサートもめっちゃ迷ってる。どうしようかなみたいな、どうしようかなっていう感じでちょっと迷ってるの。めっちゃ実感になるのよ、まつげを松葉当ててると。本当にマスカラするだけ、そのビューラーでさ、わざわざくってくって上げてさ、下地塗ってっていう時間がないからめっちゃ時短になって、だからこの間のコンサートあったじゃん、エイトのカツ系のコンサートのね、3公演やった時、ハルコンの、あの時は松葉やってたからめっちゃメイク時間がもう1時間ぐらいしかなかったん、正直。だけど全然間に合った。一番まつげに時間がかかるんですけど、肌とまつげが一番かかるくて、なんだけどまつげがだったからめっちゃいい感じ。あと松葉をするとまつげがめっちゃナチュラルになる、すごいナチュラルなメイクに見えるんですよ。そうだからそれがすごい良くて、そう、当てようかな迷ってるんだよね。でもね、当てるとね、私本当にまつげが弱いからチッチリになるんですよ、パーマ剤のあれでチリチリになるし、あとめっちゃ抜けちゃうくて、そうそう、だからね、どうしようかなってめちゃくちゃ悩んでるなってこと。そうなので、そのなんかまつげ松葉した後の松葉が取れてきた時の上がってるまつげと上がってないまつげと、こうもうすごい粗方棒を向いてるまつげと、これをね正すのが本当に難しいんですよ。だからめちゃくちゃ迷ってて、どうしようかなどうしようかなって、あの今悩み中です、まつげに関しては。って私別に安いもんでもないからさ、ちょっと迷うよねっていう、今ちょっとちょうどね、とってもまつげで悩んでる。あとね、あとでもいいの、最近あのあれ、アイラインをね引かなくなったんですよ。このまつげの、いつもはビヨーンって一本引いてやってたんですけども、今目尻と目頭しか引いてなくて、軽くインラインをねピュ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 って引いてるぐらいなんですよね。そうなの、そうなんです、全部引かなくなったんですよ今。そう、ちょっとナチュラル思考でもね、引いてなくても引いてるように見えるやろ、結構。なんかまつげの下地を塗るとだいぶまつ、ま、なんか濃くなるんですよ結構。だからなんか塗らなくてもなんかいい感じになるくて、なんか逆に引くと結構かっちりしちゃうから、二重幅がねなくなっちゃうんですよ。なんでやめました。松葉やってる時とかやったら逆に引いても全然ナチュラルになるんですよ。
なんかマツパやってる時は結構細く引いてます。細く引いてブラシでめっちゃぼかしてみたいな。で全然ナチュラルみたいな。普通にやる時は結構やらないと目が黒くなっちゃう。そうなんだ。あくびしか出ない。眠たくないんだけど眠たい。眠っ、あとね、びっくりするぐらいまつげ上げてるから、マックス今まつげ上げてるからめちゃくちゃ目が乾いてる。今すっごいドライアイだわ。やばい、目乾きすぎてパッサパサやねんけど。目なんか目薬さしてもさしてもね、水分抜けてきちゃうんだよね。なぜに、わーいなんだけど。マジで眉毛のこだわりはありますか？眉毛にこだわりない。眉毛描き方わからん。眉毛適当です。眉毛めっちゃ適当。なんか描き方わかんないんで、あの本当に超適当です。眼鏡じゃない、眉毛。そうめっちゃ適当。ヒュヒュヒュフェフェフェって、私前髪あるからね、別に眉毛綺麗じゃなくてもわからないんですよ。あと自前結構生えてるから、結構フィュー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 ぐらいでいい感じになっちゃうくて、結構それでそのなんか結構ヒュッサ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 ッっていう感じで、うん、ちょっとつけさせてもらってます。なんか今ショールームさ、機能とかさ、オールバックでやってるじゃないですか。ハーフアップオールバックでよくやってると思うんですけど、あの時眼鏡言うねん自分。もうやだ、まつげじゃなくて眉毛描いてないですもん。そう、眉毛描いてないんです。ちょっと薄いなーって感じやろ。まあ、書いてへんからね。でも割とちょっと薄いなぐらいやない。そんなことない。そう、ぐらいかも。多分。ねえ。薄いと思ったことないでしょ。薄い買ったことないもん。そう。マジ薄いことあんまりないから、そこに関してはとっても嬉しいけど、逆にしっかりあると、なんかしっかりでもあのね、あれによるかもよ。ゲジ眉はあかん。綺麗な眉毛がいいと思うよ。なんか眉毛を綺麗にするだけでマジで顔って垢抜ける。だからこう中学生高校生とか高速で眉毛いじったらあかんやん。だからさ、もうほんまにボサボサな人とかたまにおるけどさ、じゃなくてマジちゃんと、なんかそういう人が手入れをめっちゃちゃんと眉毛すると、
え、マジでめっちゃ垢抜ける。そう、マジでめっちゃ垢抜ける。まあ、いいのはゲジマユの頃はなんかいいんですけど、ちゃんと整えちゃってたから。そう、マジで眉毛やるだけでなんてこったってなる。本当にだからマジでみんなもうやってると思うけど、マジ眉毛だけは本当手入れした方がいい。特に男の子とかそうじゃない、眉毛とかひげとかじゃない。男の人で言ったらやっぱり結構パッてなるのはやっぱり眉毛とひげやない。眉毛とひげと寝癖ぐらい？どう？そんなもん？かいいな、あんまり分からへんけど、いいな、メイクしてるでさ、いつも分からへんけど、みんなはそんな感じ？眉毛じゃなくて間違えた。ひげはマスクしてるからおそろかさに。なってる。だって、ご飯食べるときどうするんよ。びっくりせん、職場の人とかいただきますってやったときにマスク取るやん。わお、ひげってならん？それかおしゃれひげとかちょびひげみたいな、そんな感じ。おう、ひげ。わかんないっすけど、でも最近はみんなめっちゃ流行ってる。ひげ脱毛めっちゃ流行ってるらしい。男の人の間でむちゃくちゃひげ脱毛って流行ってるらしくて、もう楽やからってさ、やっぱさ、みんなよく聞くのはな、朝剃ったのに夜になったら生えてくるみたいな。そうやねんけど、ヒゲ脱毛したら楽やからめっちゃヒゲ脱毛流行ってるらしい。やってる子多いらしいで。マジ楽やけんって。髪型でネット探してるかいって、最近はセンター分け。あー、いいね、センター分け。いいよマジ誰やねんって感じやねんけど、センター分けとかいいと思う。ぴっちり七三分けより全然いい。ぴっちり七三分けしてないけどな、センター分けとかの方がいいでな。あとは、マッシュヘアが流行ってるんちゃう最近。最近の街の男の子みんなちょっと前まではキノコヘアばっかりだった。どっか歩いてもキノコヘア、前見えてんのかなっていつも思いながら歩いてる。たまにキノコヘアの度が過ぎてさ、これぐらい長い子おるけど、あれは前見えてるのかな。いや、おしゃれでね、素敵だと思いますよ。マッシュヘアいいと思う。ただね、前見えてんのかなって素朴な疑問をいつも私は描いてしまうの。おばあちゃんだから。おお、大体マッシュかセンター分けなのか。はあ、最近の子はそうなのね。つぶろつぶろ、ああ刈り上げパカーンってやったら反り込みみたいな。ああね、いいやん。びっくりした、一瞬ヘルメットボーイかと思ったわ。でもさ、なんかいいな、さあんま分からへんけどな、なんか逆にアイロンを当てるさ、チリ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 じゃないね、なんて言ったらいいんだろう、遊び心満載の髪の毛にする人とかっておるじゃん。なんかたまによく分からんけど、なんか流れてくるわけ、そういう作り方みたいな。こうやって一束一束アイロンでこうやってランダムにこうやって波を入れてってみたいな、ワックスワシャワシャみたいなね、見るんよ。なんかそれを朝からやってんのかと思うとマジ大変そうって思っちゃう。マジ大変そうやなってめっちゃ思っちゃうわ。なんか正直ユナたちの髪の毛となんか変わらんなと思った。そこまでやってんねんやったらマジ変わらんわって思っちゃった。
それは朝しんどいてって思っちゃう。私に会う前には借りに行ってくれる。あ、確かにそうやね、横剃ってたよね、正直や。なんかすごいなと思う、そんなもうウィ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 つってやってんのやったらすごいな。パーマ当てたらいいのにと思っちゃう。でもあれか、ストレートにしたい気分とかウェーブにしたい気分っていうのがあるから、パーマ当ててんねんやったらこうワックスでシュ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 ってやればいい感じになるって言うやん。パーマいいよね絶対。20代はパーマ当ててたんだよね。だって当ててたの？アフロヘアですか？パーマすると楽だよ。だってやっぱパーマって楽なんや。ああずっと短いから耳にかかると痒くて。だって一番中途半端なさ髪の毛の時一番きついよね。前髪と一緒や。前髪な伸ばそうと思ってこれぐらいの時が一番きつい。セットするにも何なんか全然うまくセットできんから一番無理やね。あーショートでパーマするとそれしかできないからね。まあやっぱそういうの飽きちゃうよね。確かに確かに。ドライヤーとかもさ、なんか女の子のパーマだとドライヤーするときカール取れんようにこうやってさあのちゃんとさ乾かさないととかあるけどさ、男の人はどうなんやろね、わかんないけど。そうなんかどんなんだろうと思って、どんなんなんでしょうね。もういいのも、だから前髪これぐらいになるとすぐパツーンって切ってまた伸びてパツーンって切って繰り返しです。なんか仕事してないとさ、私基本ずっと前髪をセットせずに上げてることが多いんですよね、普段もプライベートでも結構。だからさ久しぶりに仕事ってなった時にさ前髪がめっちゃ伸びてたりすんの、これぐらい。そうもともとねなんか結構長くて普通にこれぐらいあるんですよいつも前髪が。だけど仕事ずっとしてなくてセットしないとこれぐらい伸びてんの。あーうちってなっていつも切る、焦って。そうわかる。美容室でねセットの仕方教わるけどね、わかる。なんかこういうさ横毛とかもさカットしてもらってさこういう感じでとかってなるやん。最初はいいの、次の日からさ短い毛どこ行ったってならん。ないねんけど切ってもらった毛がとかってならん。私めっちゃなるそれ、あの短い毛行方不明やねんなとか言って、そうあれみたいな。切った時は前髪の調子良くてもその後で前髪の調子悪いみたいな、うまくできないんだけどみたいな、なんでみたいな、なるめっちゃある。そうなんや。でもさ男の人はロン毛とショートだとどっちが楽なんですかね。私男の子だったら圧倒的あのスポーツカットやな、ツン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 ヘアだって絶対楽やんって思っちゃうのよ。私は今アイドルやってるから長いけど、私がもっと男の子やったらめっちゃ短い毛にしたいね、ツンツン。私なんか個人的にですけどアニメキャラとか大体結構ツンツンヘアめっちゃ好きなんですよ。そうすごいなんかツンツンあのいやもう二次元の話で申し訳ないねんけど、結構ツンツンヘアが好きで、なんか結構短い毛の推しが多いんですよね。そうだからなんか結構ツンツンなんですけど、みんなはどうなんだろう。
スポーツカツかおしゃれロン毛サラサラヘアみたいな、なんかでも美しいサラサラヘア羨ましいですけどね、めちゃくちゃ、うん、サランサランみたいなね、わーなんてこったって言って、そう、シロちゃんとかの髪型難しいです。いやまあそらそう、あらアニメの世界やから。それこそさトゲくんのさ髪型なんてめっちゃ今流行りの髪型やん、マッシュ。でもゆいなはトゲくんは1年生の頃のツンツントゲくんの方が好きなんですよ個人的に。あこのトゲくん、でもビジュアルは私このトゲくんの時の方が好き、今のマッシュよりこのツンツントゲくんの方が好きなんですよね。残念ながら美女変しました、イタドリとビジュアルが似てたから変わりましたけど、いや私はこっちのツンツントゲくんの方が好きなんですよ。そうそう、なんか本当にアニメのキャラクターは結構、まあ、シロちゃんもそうだしゾロも短いけど結構短いのが好き。なんか7、漫画の7あるじゃないですか、レンとかしんちゃんとか、ああいう髪型がすごい好きなんです。まあ、あれはアニメだっけあれなんですけど、だから私は昔は逆にあんまり匠みたいな髪の毛はあんまりだった、あの長い綺麗なサラサラヘア、あんまりだった。あもう小学生の頃の話やけどね。そうそうなんですよ。でもなんかすごい、私がナナを見てた時はまだちっちゃかったから私あんまり匠好きじゃなかったんですよ。でもはや嫌いだったんですけど、いや匠ファンにぶっ殺されるかもしれないですけど、あんまり好きじゃなかったの、なんかあの感じがなんかうーん嫌いやなって思ってたんですけど、なんかすごくあのなんていうの、口コミって言ったらいいんですか、口コミ感想か見てると、なんか自分が幼い、まだそのナナがあったのめちゃくちゃ昔じゃないですか、幼い時は匠微妙だったけど、でも大人になったら匠って沼なんですねっていうのを書いてる人がたくさんいたんですよ、口コミっていうの、あなんて言ったらいい、感想がめちゃくちゃたくさんいて、ああそうなんだと思いました。だから大きくなって匠を見るとあれは意外に沼なんだって、依存的な存在だから初恋は匠が好きなんか、圧倒的にノブの方がいいんだけど、うち分からんすけどね、シャート的ノブ派だったんですよ。だけどなんかそういうっていう風に聞いて、あそうなんだって思いました。いや知らんけど、私は大きくなって読み返してないから圧倒的ノブ派ですけど圧倒的ノブ派ですけど、そうでね、言う口コミがいっぱいあって、あのサラサラがいいんかと思いながら思ってますけどね、まあサラサラもいいと思いますよ。そうなんかそう、なんかちっちゃい頃はそのノブはとっても優しくていいなと思ってたけど、なんか大人になってあれを読むとノブは優しすぎて物足りないらしい、逆にむずっ、どういう心理よ、わかんねえ、もう恋愛物はマジでわからん、なんぼやっぱりアクションがいいっすね圧倒的やっぱアクションがいいわ。もうわかんないわってなったわ、無理アクションが楽しいっすよ、ブリーチブリーチそうなんで話しな、そうそうサラサラヘアねって言って、ね、でもうちのファンの人はでも長い人も多いけどね、うんでもまあ短い人の方が少ないか、あ多いかな、うんそうだね、短い人の方が多いね、何
長い人も何人かいるけど、でも長いよ、どこまでから長いっていうかかあんま分からへんねんけど、短い人が多いですね。まあどっちも似合ってたらいいけどね。ね、似合ってたらいいよね。そう思うゆりなも。好みはあるかもしれんけどね。だってゆりなちゃんのボボがいいよっていう人もあれば、ゆりなちゃんのロングがいいよっていう人もおるでさ。まあ好みよね。でもサラサラだとさ、せっかくさドライヤーめんどくさくないって思っちゃうんだよね。どう毛長い人たちとか言って、どう、それこそさ昔野球部で坊主だったけど伸ばしましたとかさ、もはや逆パターン、昔ロン毛だったけど短くしましたとかだったら、もうさシャンプーのさ最高さに気づいてしまったんとちゃう。自分もやっぱ髪切った時は頭軽いし、シャンプーの量少なくていいし、ドライヤー乾かすのが楽すぎて、なんてこったってなってました。そう、ね、そうだよね。いいよね、わかる。サラサラ、男の人のサラサラもいいと思う。女の人のサラサラもいいけど、え、それこそゆりなさ、最近ちょっとまた野球の話になって申し訳ないけどさ、え、なんかわからん、勝手によ、勝手にな、あんまりバレーの選手とかサッカーの選手、あ、サッカーの選手は微妙やけど、よくヘアバンしてる人とかよく、バレーの選手とかは短髪のイメージしかなくて、なんか、え、なんかバレーで長い人とかっておんのかな、あかんのかな。なんか女子バレーってさ絶対ショートじゃないですか。自分その、学生の時代の時バレー部って女の子もめちゃくちゃ短くて、長くてもなんかボブみたいな、そうみんなショートカットか長くてボブみたいな子が多くて、やめてから伸ばすみたいな子が多かったんけどさ、男の子もそうなんかな。バレーってバレーでロン毛って見たことなくない？サッカーだとさ、こうバンドしてさロン毛さんはよく見るじゃないですか。あとバスケとか、バスケもくくってたりするじゃないですか。でもまあ基本的スポーツってやっぱ短いかな、みんな邪魔やけんか知らんけど、スポーツカットっていうぐらいやからさ、サッカーは長いイメージ結構あるけど、バスケも結構短いんかなみんな。あ、トスの時に邪魔とか、あ、邪魔、やっぱスポーツは邪魔や、邪魔やでみたいな。あー確かに、そっか、そういう思ったらさ、あの野球は長い、野球とかさサッカーとかはロン毛多いね。ロン毛っつってもこうなんかこういうロン毛やけど、やっぱ多いね。サッカーはあれヘアバンドをするし、野球は帽子かぶってるからかな。でもあの野球選手のサラサラロン毛ヘアは綺麗よね。なんかこうやって走るじゃん、で帽子が脱げてサラファサーサラサラーみたいな、めっちゃいいよね、かっこいい、ファサファサーみたいな。おー綺麗な髪っつっていつも思ってます。そう、サッカー選手はどうなんやろうね、あんまファサファサとはならんのかな、ゴムしとるけん。
え、長いよ、これぐらいやで。長い。え、そんなんやったら、だってさ、こんなロン毛はおらんよ。あ、そういうロン毛じゃないで。あのロン毛っつってもなんだ、あのめっちゃ長いロン毛ちゃうで。ロングぐらい、なんつったんや、こんな感じ。いや、こんなヘルメットボーイじゃないけど、こんな感じ。え、なんつったらいいんや、なんかこんなボブとかじゃない、なんて言ったらいいの、このツンツンじゃないっていう感じ、あの柳田選手ぐらいの長さのこと私はロン毛ロン毛っつってるんやけど。そう、めちゃロン毛じゃないよ、柳田選手ぐらいの長さのこと私はロン毛ロン毛言ってるんやけど。そう、え、めっちゃ綺麗よ柳田選手、ヘルメットとか帽子が立った時ファサッファサッってささらひやーって。え、あれロン毛って言わんの、うちあれロン毛やと思ってた、ミディアムヘアな。はあ、そうなんや、知らなんだわ。自分の中でめっちゃロン毛あれ。え、自分の中では男の人はあれめっちゃロン毛やと思ってる。そうなんや、大谷選手はロン毛じゃないよ。なんなら大谷選手は髪切ったやん、ちょっと前に。全然ロン毛違うやん、あれは短いで普通に。柳田選手めっちゃ髪の毛サラサラ、でも私は短い方が好き、柳田選手。切らんかな。いや、あのサラサラもいいんやで、帽子から出てくる毛いいんやけどね、短い方が好きですね。宮城選手も長かったよね、坊主にしてからずっと伸ばしてたけどまた切ったね。そういえば短くなってましたね。あとあの人も長いよね、あの日ハムの、あ、名前が出てこない、あの人。あの人も長いイメージ、帽子からここファサファサって切れてるイメージ。ちょっと名前がマジで出てこんわ、ダメだ。なんかね、いっぱい長い選手いるんですけど名前がわからない、私名前と顔が一致しないんだよな、ほんとマジで。あ、そう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 、伊藤大海選手、そう長いよね、もう短い、あの人長いイメージ、ずっと知らんけどずっと長いイメージ。そう、なんかね顔と名前が本当に一致しない、一生懸命覚えてるんやけど無理、覚えられない、人が多すぎる、私苦手なの人の顔と名前一致させること。バラバラだったら覚えてたりするねんけど。そう、え、野球選手も短い方がいいよ。短い方がいいと思う。あ、そうなんや、巨人はダメなんや、ロン毛とヒゲ。へえ、そうなんや、そういうルールがあるんですね、なんてこった、かわいそうに。野球はさ、頭髪さ、ハイトーンとかはあかんのかな、茶色とかはよく選手してるじゃないですか、赤とかさあかんのかな、赤とか青とかさ、ああいうのってあかんのかな、球団によるんかな、それとも線だけ、なんか他スポーツ選手ってさ、エカヒカ感があかんのかな、やらんだけ。そうなんや、ハイトーンみたいなんとかはな、だってほら柳田選手とか周東選手とかなんか結構一時期めっちゃハイトーンしてたよね、あの無色の。でもさ、色が入ってる人ってとかっておるんかな、赤とか青とか、さすがにそれはせんか、色落ち大変やもんなとかで、なんかどこの話してんか分からんけど。で日ハム、新庄監督は似合ってたら OK なんや、すごいね。あ、そっか、帽子かぶるからか、そういうこと。うん、まあでもあれか、おしゃれするより野球したいみたいなこと、
そういうこと？違うか。それバレエとかバスケとかも一緒なんかな、サッカーとかも。でもハイトーンの人はおるよな、その金髪、金髪あるよな、色って見たことないけど。あ、派手にしてると成績良くないと叩かれやすいだって。いやそれは嫌やな、それは嫌やな、成績良くないと叩かれるなんて一番怖いやん。でもそのイメージめっちゃある、成績悪いとすごい叩かれてるイメージめちゃくちゃあるよ、野球選手うん、そのイメージはめちゃくちゃありますね。ちょっと成績が落ちたらあかんわって言われてるイメージめちゃくちゃある。でもまた成績上がってくるとおっつって言われてるイメージはめちゃくちゃある。大変やなと思ってるわ、あんな大変なトレーニングしてさ、頑張ってるのにさ、人間不調の子やったやってあるのにさ、ちょっと不調やったらプイ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 言われるなんてかわいそう。大変な世界ですね、スポーツの世界って。成績良くないとあかんねん。でも確かにそうやね、成績良くないと年収で年俸に関わってくるじゃないですか。あとなんか球団のあの移籍だったりさ、トレードだったり、あのトレード何だろう、交換交換みたいなやつとかさあるからさ、大変よね、大変そう。まあある意味本当実力社会やね、スポーツって。そう思うと大変ですな。大変なんですね、大変。そうだね、あとポジション争いね、ポジション同じポジションの人とかだとね、誰が選ばれるかとかね、もう2軍3軍に落とされるかとかね、あるものね。大変そう。そっか、まあ逆に成績良かったらね、それでねじ伏せられるし、悪かったらあかんしみたいな、ほんま自分の頑張った成績次第って感じか。いい人にはいいかもね、自分が頑張ってもう実力でどうにもできるじゃないですか。そうそうそう、あ、怪我ね、確かに怪我で不調になったりとかさ、怪我でなんか残念、調子が上がらへんくてみたいなさ、そういうの大変そうね。大変そう。選手生命も短いんや。バレエとかはどれぐらいですか、みんな何歳ぐらいでお辞めになられる。30ぐらいかな、35、6ぐらいでみんな辞めんねんかな、バレエとか。もう30半分ぐらいでもうなんか教える人とかに回ったりとかすんのかな、やっぱ。あとは解説者とか。サッカーもそんなもん。サッカーはもうちょっとなんか、いやでもサッカーも走るで、そう無理か。サッカーは走るから、でもあんまり年いきすぎても走られへんくなるしね。あー、30代前半ぐらい、サッカー40手前ぐらい、やっぱそんなもんか。バスケはバスケ、でもバスケも走らなあかんし、40肩40肩なんて来たらトスできんもんな、トスじゃないな、こうシュートできんもんな。あ、上がらない、腕がってなるもんね、四十肩ってなると。やっぱそんなもの、そんなもんなんかな、40手前とかぐらいなんかな。野球もさ、野球も30、
40手前ぐらいやん基本みんな。いやいらっしゃるけどねマジで40超えても活躍されてる方とか。でもやっぱり四十肩がさ、四十肩五十肩がさってなるじゃん、球も落ちてくるだろうしさ。いやでもそう思ったら野球選手40超えてさ活躍されてる選手の方いらっしゃいますいるけどさ、若いさもうそれこそ20代とかなんなら18とか19とかの選手っているじゃないですか。ってなるとさ、その人たちと同じメニューやってるさ40代ってやばくない？なんか怖いんだけど、もはやマジで。40超えて成績上がるで、いやーすごいな、すごい。しかもさやっぱみんな体を大きくしないといけないからご飯もたくさん食べるじゃないですか、飯トレみたいな。でさなんかすごいよね、年取ったら食って細くなるって言うじゃないですか。だけどさその20代の選手とさよりさよりいっぱい食べてるんやで、すごくない？びっくりしちゃう、わーおってなるよね。なんてこったってなる。食べることも一つのトレーニングで大きくしないとお体をって言ってますもんね。みんな大変、何でも何でも食えばいいって問題じゃないやんか。なんかそのちゃんとさある程度のさ脂肪っていうかタンパク質というかね、すごいよねそう思うと。平均28ぐらい？わっか。でもね野球選手最近なんか自分見てて怖くなる、なんか自分より年下多すぎてびっくり、若っみたいな。そうなんか20歳ですとか21ですとか、もうなんか自分がほんまに年取ってきてるなっていうのを実感する。なんか昔はさもう何してもみんな周りが自分より年上じゃないですか、ちっちゃい頃なんて。もうそれこそスポーツ選手もそうだし、俳優さん女優さんとか、まああとなんだろう普通にまあメイクさんだったり衣装さんだったりさマネージャーさんだったりさ、圧倒的年上だったけど気づけばさマネージャーさん自分より若いんで、でメイクさん自分と同いやし衣装さんも自分と同いやったり年下もおったりとか、マジでなんかもう最近ほんでそれこそ野球とかもさ見るやん、自分より年下なのみんな、大体最近の若いこう活躍しだしてる選手との人とか見るとね、何歳なんだろうと思ったらさ2000年生まれです、おお最近生まれたてやんみたいな、もう怖い、なんかもうあこういうことかって思っちゃって、もうね怖くてなんかびっくりしちゃう、なんかもうほんま年取ってるなっていうか、なんかすごいなってめっちゃ思う。なんか昔はみんな自分の年上だったのに年下の方が多くて、うん、驚いてます、なんてこったって、パンナコッタすごいな。でもそうもすごいよね本当、なんか怖くなっちゃうねとか言ってね、すごいよ本当に。びっくりしちゃう、あ怖いよ本当に。そうだからさ、なんか普通にさ何応援してる野球さ好きになって応援してるけどさ、なんか自分より年下の選手はもうなんか可愛いって感じ、もうなんかもはや母性本能もはやね、もはやなんかそっちよ、なんかもう頑張ってねみたいな、もう親もう親よ。なんか佐々木朗希選手とか宮城選手とかさ村上選手とかさが思うけど、マジ自分より年下やからもう親よ、なんか目線親目線マジで頑張ってみたいなマジでもはやもう親目線やもんほんまに。
ほんまになんか本当に親目線、うん、だからなんか推しにはならんかな、そもそもに。いやなんかもう親やから頑張ってるんやな、頑張ってくださいっていう感じ。いや本当に、でもなんかすごい、なんだろう、グラウンドの上に立ってるとなんか本当にすごいすぎて、だからなんか全然年下ってないんやけど、でもなんか YouTube とか裏のやつ見てると、あ、なんか本当に子供でも子供やなってめっちゃ思いますね。なんか無邪気、とっても無邪気ですね。なんか悪が緊張って感じで可愛い。そう。そう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 。あとやっぱりなんか末っ子なんだなっていう感じが、結構なんかみんなの和気あいあいとしとる感じ見ててめちゃくちゃ思いますね。やっぱ若いから末っ子感っていうんですかね。そう、なんかその感じがすごい、あ、チームとしての雰囲気もなんかいいんだなーっていうのが伝わるから、とてもいいなーって思いますね。そう、なんかもう頑張ってくださいっていう感じそう、みんな頑張ってください、そんな感じで。まあ、よく推しを聞かれるけど、推しはいません。推しはいないです。推し応援してるっていうか、よく見る選手はいっぱいいますけど、推しはいません。あ、杉谷選手知ってるよ。めちゃくちゃ面白いあの人。え、なんかすごいバラエティーにめっちゃテレビにすごい出てたイメージ、野球選手だったけど。でなんか、え、成績も普通にすごいけど、でもなんか成績よりかなんか人としてとっても素晴らしい人って感じする。なんだろう、面白いし優しいし、とってもいじられてる感じ。そう、え、なんだっけ、なんかフルマラソンみたいな挑戦しますみたいな言ってなかったっけ、杉谷選手って YouTube でなんかトレーニングしてたよね。そうなの、ずっと一軍にいる時点で本当はすごいんだけどね、なんか本当はすごいんだけど、なんかすごさを感じさせないのがあの人の逆に素晴らしいところなのかもしれないですね。そうそうそう、なんだろう、なんかいじられキャラ、あ、カズマ選手みたいな、巨人のキャプテン、なんかとってもすごいし、キャプテン、巨人のキャプテンすごいのにめっちゃいじられるじゃないですか、面白いし。だからそういうこと、そういうことですかね。でも若いけどね、めちゃくちゃ若いからびっくりなんだけど、いやすごいなと思うわ。あ、ちょっと違うでもめちゃくちゃ面白い、マイアミにも行ってましたしね。キャッパーマンにハマるなって、え、そんなこと言ったらさ、あー、中田選手ね、そうだね、確かに。なんかそんなこと言ったら、でもなんかスポーツ選手みんななんかそんな気がする。なんかなんだろうね、なんかスポーツやってる時はなんかすごいみんなキーってして、わーすごいなって思うんだけど、なんかバラエティとかなんかそういう YouTube とか見てると、なんかびっくりするぐらいふわふわって
してる選手が多い。いや中にも中にはすごく、あこの選手めっちゃ頭いいんだ、あのそのなんていうの、喋り方とか喋ってる言葉で、あこの選手めっちゃ頭いいんだろうなと思う選手とかもいらっしゃるけど、でも結構なんかふわふわってしてる選手多いじゃないですか。だからなんかすごいびっくりしちゃう、なんか、うん、びっくりしちゃう、なんかスポーツ選手、その普段テレビのニュースで見てる顔と違いすぎて、なんかわーおってめちゃくちゃなりますね。スポーツ選手みんな結構バラエティとか出たりとかするじゃないですか、見てても。もう今 YouTube とかあるからさ、 TikTok とか公式とかがよく出てるじゃん。だからそういうのを見るとなんかおいーって感じ。ちなみに、あ知ってるそれ、鈴木選手成績オール1だったって、なんかそれなんかで見たぞ。まあでもなんかさ、そこでさ、だってさ将来の夢はスポーツ選手になりたいですっていう人がいっぱいいる中でさ、本当にさスポーツ選手になってる人ってほんと少ないと思う。でさ、だからほんますごいなーと思う。だって小学生の頃からさ野球クラブ入って野球しててさ、大きくなってプロになってるなんて人少ないじゃん。だからそう思うとさすごいよねって思う。しかもそのなんて言うんだろう、成績じゃないですか、ほんと頑張って成績出さないとっていう世界じゃないですか。だからそのなんていうの、そのあれがないじゃん、そのもう本当に結果じゃないですか。その結果でどこにあの何位指名で取ってもらえるとかがあるじゃないですか。だからその世界で生きてるんだから、まあ、相当、真面目というかね、すごいそう極め職人ですよね、もはやね。あのその辺の陶芸家の職人と一緒ですよね。すごいなって思う、めっちゃ。そう、すごいですよね本当に。ああメンタルも大切だと思う。確かに結構大変なところで回ってきたりとかするし、あとほらヤジを飛ばすのが普通なんだった。だってさ、そうやってはさ SNS のネットの世界でさ叩かれたとかはあるけどさ、一級選手とかさモロで言ってくんじゃん、ブーとかさモロって言ってくるじゃん。あれに耐えてる精神力とかもさ、なんかすごいよね。えすごいと思うよマジで。うち直接言われたら泣いちゃうもん。だからうちからするとさ、コンサート中にさこうやってさ例えば出てきた瞬間ブーとかって言われんねやろ、泣いちゃうよ、涙出ちゃう。んなおる時に言われたらうえーってなっちゃう、悲しいよーって。やばいよねー、おー辛い。あー絶対取られないよそんなの。しかも結構厳しいじゃんね。ね、あ確かに試合ね、試合数多いからね、切り返しが、確かに切り替えていきましょうってよく言ってるもんね、声出しで。確かにファンの人に切り返してる選手とかたまにいる。でもなんかそれでもその、まあ、切り返してるにも種類が よるよね。例えばなんか仲間チームの仲間をめっちゃブーイングされててそれに対して切り返してるとかさ、結構あ誰だっけな、何選手だっけな、どこのチームだっけ忘れちゃった、あの助っ人外国人の選手さ、めっちゃその選手に対してヤジを飛ばしててさ、こうやってさ指揮してたの、あれ誰だっけな忘れちゃった、どこの人だっけな、
こうやって指揮してたの、めっちゃすごいメンタルだなと思った強いと思って、メンタル強いと思って、もうさすがだわと思って。誰だっけ、それ分かんない、分かんないや、ちょっと分かんないけどね。あ、タティスジュニアって書いてる。あ、そうだっけ、名前ちょっと分かんないんだよね。だからね、すんごい今日気持ちの持ち主だなと思って、いや、やばいやばい、すごいなーってめちゃくちゃ思う。鋼のメンタルだな、マジで素晴らしいわ、素晴らしい。難しいね。鼻がムズムズする。てかファンの同士でも熱い思いがあるじゃん。なんとか VS なんとかとかでもさ、もうファンの客席上でどこどこのファンの人がどこどこの球団に向かってもうみんなで言うみたいなのを見たことあるよ、動画で。めっちゃ面白かった。あ、そこで言い合いするんだって思ったもん。いやな、球団名は出してないっすけど。すごいよね、すごいなって思った。私平和主義者だからあれなんだけど、確かにサッカーもすごいよね、なんかすごいなって。まあでもさ、それほどさ勝ってほしいんでしょうな、自分の。でもそういう人たちってさ、チーム誰を応援してるとかじゃなくてもチームを応援してるからさ、チームが負けることが辛いんだろうね。だからさ、その負けるなった人に対してさ、ねねんってさ言うてるんやろうね。ね。そうなんや。アイドルにもあったんですか？やん。あ、そうな、あ、バスケはそうなんや。あ、やばい。8時10分だ。よしよしね、まだ晩ご飯作ってないんですよ。やばい。晩ご飯早く作んないと。ちょっと今日夜はあれなんですよね。この後ありましたもんね。やばいやばい。頑張ります。頑張りますじゃないわ。そうそうそう。だからそんな感じで、平和の中に生きていきたいなって。心底思う仰天ゆりな。争っても勝てないもんだって。よし、じゃあランキング読もう。10歳しぬさん、12はやくりカレーうどんさん、11マーニャンさん、10カズさん、9マックセイトさん、8たべしのみすぎさん、7ワッフルさん、6ナッティさん、ウェッチケイシーさん、4にきょうさん、3ヤングさん、2サムスさん、そして今日の第1アメトーポイさんです。今日見ていただきありがとうございました。私はこの後ご飯を作って、夜はちょっとあれがあるんで、あれだ、頑張って、やばい、1時間でご飯なんて作れるかな、頑張ります。ふん、じゃあ今日見ていただきありがとうございました。明日は明日はまあ夜するんじゃないっていう感じで、では皆さんまた明日。